ちゃい時は魔女っ子、今は魔法使いの占い師のママ、そして世界の中心は自分、絶対的なヒロインだと勘違いしている姉、そして常に姉の顔色を伺い、しもべのように動き、紐のように痩せゆく男、義理の兄、そしてアダムスファミリーのようなうちに住む僕んちの話である。フィクションでありノンフィクションかも。僕んち。本日のタイトル、その女またの名をボスというの巻。その女とはまさしく姉のことである。姉には姉をボスと呼ぶ子分がいるのだ。その子分くんは姉より年上なのだが、なぜか都会の真ん中でも姉さん、いやボスとでかい声で言うのだ。道行く人は驚いて振り返る。やだ怖い。あれってさ、まるまるピラヤ、いやまるざの女なんじゃない？いやね。二人の出会いはこれまたおかしい。その頃姉は近くのスーパーの店員に一目惚れし、毎日出没していた。ある日、やっほー、連絡先渡せたわと大喜びで帰ってきたのである。やった、これで明日から付き合うから。そして彼から本当に連絡が来たのである。ちょっとお時間があったら会いませんか？姉はもちろんですとジャンプをしながら出て行った。やっほー。ところがこうである。ごめんなさい、僕には愛してる彼女がいるんです。一つお願いがあるのですが、僕の友達を紹介したいのですが、面倒を見てくれませんか？なんじゃそれ。ガビーン。それが子分くんとの出会いである。いい格好しの姉はなぜかその子の面倒を見、一緒に生活するのである。その師弟関係は10年以上続いているのである。友達はみんな個性的すぎる姉に去ってしまうのに、彼だけは影となり日向となる。毎日毎日連絡を取り合う、まさしく運命の相手なのだ。二人とも趣味まで同じ、タバコにギャンブルに、お酒が大好き。しかし二人ともお酒にめっぽう弱く、すぐ吐く。先日も大声でヘラヘラしながら、変なジャージの上下で姉は帰ってきた。あれ、そんなピチピチのジャージ持ってたっけ？ああ、ゲロって買ったんだよ。そんな変なジャージどこで買ったんや、古臭いな。これジェリーや。知らんの？ジェリー有名や。ジェリーやで。ジェリー知ってる？と僕に聞いていた母である。その時姉がドヤ顔で、トムとジェリーのジェリーや。母は呆れ顔、ブランドかと思った。何言ってんのこれ、スヌーピーと迷ったんや、ずっとどっちにしようかなって。そんなにや。やっぱりあいつはバカだと思った。腐れ縁の二人の師弟関係は永遠に続くのである。これこそが運命の赤い糸なのである。 Hey boss、 一生ついていきますやで。おしまい。僕んち。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あとリュウンちゃんによる占いもあんなんで、ぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ。
またねー、よーしでー、バイ、見てね見てね。